静岡市は東名日本平久能山スマートインター周辺に大型の集客施設の誘致を進めていて条例で制限された売り場面積の上限を緩和する考えを示しています課題は中心市街地の商店街との共存で難波市長はきょう既存のショッピングセンターやモール型施設の誘致は考えていないと説明しました。 大規模なあの建物の中に。ち、あの古典、こ、ち、小さな店ですね。これがいくつも並んでるっていうのは、これ事実上商店街ができることになりますね。だからこういうその商店街ができてしまうと、中心市街地とこうお客様が。あの両方にいくっていうことになりますから、これは影響出ると思います。大規模開発について、南波市長は。 広域から集客力のある大型商業施設が複数立ち並ぶことをイメージしているといい多くの魅力のある企業に手を挙げてもらいたいと話しています。